チの量文言破りやすいよ。そういう集って2階から降りて帰ると新聞配達のおっさんと会うねん。分かるでしょ。ね、バイ疑惑やないやあ、ごま、うん、あれってどう思われますか。横に5マス、縦5マスで午後25あるんですよ。で、イレの途中帰るんですよね、はい、プロでは当たり前だな、そんなの。こんにちは。こんにちは。元気ないな、なんか今日テンション低いな。白金にある鉄板焼きの甚六さんにて毎度おなじみの野球児から話を聞くということですが、噂によると大御所緊張してますが来られてるみたいなので、監督、こんにちは。おはようございます。こんにちは。お疲れ様です。いいです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。先輩待たせていただきます。いやいやいや、すみません、すみません、すみません。さすがドラフト1位どうも。いやいや、すみません、ありがとうございます。ドラフト1位同士。ドームの星、はい、第4回、ドームの星って言いましてですね、これ4番目、はい、4回大手。いや違う違う、4番目やね。嘘、いいやね、はい、一番バッター誰やね。一番バッターですね、僕らだけですね。あのベースボールハウスっていうお店の中で。あ、そうなの。1階の2番目は上坂。神坂大地。神坂太一。神坂ちょこちょこした。ちょうどした。で、昔アンダーマー使ってて。で、様があの野村監督の息子さんの。お前は知り合いばっかりやろ。近場で。笑っていいのみたいな感じで。俺野村克則の後か。いや、今嘘やろ。ようやく本番。嘘だ、嘘だ。手が震えちゃって。何言うてんの、大きな声で。全然何言うてんの。いやいやいや、ゲームで使ってた。もうゲームで。当時ファミリースタジアムっていう。そう、本当に、はい、シュートスライダーをね。それしかないやん。いやいやいや、そんなことない。昔さん、昔、うん、天下投法っていう本を、はいはいはい、出されました。はい、それを僕はあのちょっと一通り読んださせていただきまして。何が聞きたい。ゴー、投げ方聞きたいっす。単純に。どこやったのポジション。外野でしたね。ピッチャー崩れの外野か。中学校までピッチャーです。そうか。高校時代俺の高校時っていうのはまっすぐとカーブしかない、はいはい、今の高校生はもうやれツーシームやチェンジアップや、はい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 、もう今のプロ野球の選手と同じぐらいの球種はあるよ、はい、まあ、精度は別として。で俺の時ま、ね、うん、っすぐとカーブだけだもん、はいはい、監督あれですよね、三ノ島高校時代近畿大会でしたっけ。2試合連続の人もらうんですよ。そう、えすごい。カーブとストレートだけで。シュートないですか、その時。ないないない。まだ喧嘩覚えてないと。若いまで、ね、若い。俺は中学生の時に平安高校に決まってたんだよ。下宿したんです。入試も受けて。息子。え、違う、本郷。どうでよ。もう明日からお世話になる。で、まあ、尾藤さんっていう監督は、三ノ島高校の春から監督なの決まってた。それで中学生の時に投げてるのをたまたまテーブルの上から自転車かなんかでこうやって口説かれたのよ。うまいこと殺し文句いいよってうまいこと。平安高校っていうのはものすごく頭の優秀なところやから勉強するのいかれへんねんて。だまされた半分は。え、中学校の時も球速かったですか。今いや分かんない。なんか中学生で150投げたりみたいな。そういるんですよ、いるんですよ、高知県とかに。もうスピード感ってあれですか。あるわけないじゃん。なかったです。分かんないの、その比較できないのよ。田舎やからあんまりそんな試合とか知らん。大地野球部って3学年合わせて十何人とかそういう数やから。僕10年やったんですよ、プロで。お前寮どこやの。阪神の寮です。お前たちの入ったその時の寮の飯だとか、はい、寮だとかものすごいいいじゃない。あ、よかったです。俺たちの寮ったらもう俺たちの寮今回門限破りやすいわ。あという集って2階から降りて帰る時新聞とか牛乳配達のおっさんと会うねん。分かる。まあ今からねこっそり僕破ったことないんだ。バンバン言っとてんかお前。この前公開しとてん。俺28の時セーブになってきたの、はい、田淵さんが頑張れ田淵くんの漫画が出てるの。知ってる。田淵が僕らの時バッティングコーチでしたもん。うねりじゃない。うねりだ。全然うねらんかったな。田淵さんとな、はい、セーブで一緒にやったでね。その当時ノムさんもいたんだよ。あら
やっぱりちょっとこの西武っていうのは敷居が高いっていうか確信があったとか、それがね、はい、ノムさんでも田淵さんでも土井さんでも俺らでも全員揃って気をつけ回れ右の練習させられたんだから、えノムさんなんか不適切でやらんわけよ、で終わらんのよ、ノムさんもやってくださいいつまでたっても終わらんから。俺ら監督何歳ぐらいの時ですか？41年。45年でした。そうよ、当時の西武の球団のフロントですが厳しかった。当時はね、ただ単に投げて打ってっていうわけじゃなくて、サインの盗み合いっていう。君も経験あるんじゃないかい、まあ、でも阪神だったらうるし、一番古い歴史があるのは何回よ、何回ですね、ノムさんの時。読み取られるから複雑にして、ピッチャーが攪乱しないように、そう乱数表を見て球種はこれやっつ、横に5マス、縦5マスで5号25あるわけで、まっすぐ、スライダー、カーブ、フォーク、チェンジアップ、いろいろあるわけね。それでそれが人によって違うわけだ。例えば俺らはスライダーとシュート多いから、そのスライダーシュートは多く入ってるわけ、はい、あ、キャッチャーが覚えれないってことか。キャッチャー見とこないから。キャッチャーもあるんですか、うん、で、イニングの途中に変えるときやるね、はい、ベタッとこうビリビリって、そういう時代や。それでさ、面白かったのは、当時のナンバー球場で行ってサインを盗んで、はい、伝達方法をいかにそのバッターに伝えるかっていう、はいはい、そういう専門の人はいるわけよ、はい、でベンチのセンターのバックスクリーンで、バックスクリーンでいろんな、だから昔の人はバレないように考えてやるっていうのが身に染み込んでる、うん、牽制サインも今の野球は出さないと牽制しないけど、当時の人はもう盗まれたのが自分から、そう、カーブでも自分で緩めたりちっちゃくしたりとかしてたんですよ、うん、多分そういうことか。俺が入った頃っていうのは牽制のサインなかったんじゃない、あ、ピッチャーのセンスで自分で考えてやるっていうのは、もう今はもうロボットみたいに牽制する、だから癖が出るんだよ、やらされてるから、ね、最初から牽制で入るからそういう牽制の形になって、ピッチャー投げるつもりでこうやったら全然形違ってくるから、そういった癖が出るから。先発でね、そのスパイ疑惑やなんやってあったじゃないですか、まあうん、あれってどう思われますか。まあプロの場合よ、サードコーチャーが相手の癖を見るのは能力じゃない、スパイ行為じゃないわけ。そうですね、サードコーチやっててものすごく癖の分かるやつで変化球、例えばフォークボールが丸めだったりだとか、じゃあそれを教えるのも、まあ、プロの技術っていうか、はい、プロの世界だったら盗まれなきゃいいやんっていう話ですよね、うんうん、高校野球の場合今問題視されてるのがセカンドランナーから球種をこう教えたり、うん、コースを教えたりっていう、それって微妙だな、微妙ですよね、賛否両論あると思うんです。だ例えばさ、高校生も今もうレベルとか知識が昔に比べてものすごく進んでるじゃない、はい、だからバッターから感覚でこう見えたり、はい、キャッチャーが早く動いたりガンだとか、それも当然じゃない、はい、プロでは当たり前だな、そんなの、ね、だ一方では盗まれるのはありきで試合に挑めようっていう人もおれば、うん、高校生は教育の場としてるんだから、うん、正々堂々と勝負してやった方が高校生らしいんじゃないのっていう人、2つの意見が分かれて、東尾さん的にどっち派なのかなっていう。高校生の場合しっかりしたコントロール持ってないから、うん、まあ、セカンドランナーが、まあ、足なり手でバッターにサインを送って逆球来た時にっていうのが危ないとか、そんなにこう避ける技術とかないから、うん、それはまあ自粛っていうかした方がいいんじゃないか。ただバッターがキャッチャーの動きを感じて打つ、それはもう出た、それはもう OK と思う。逆球って多いじゃない、結構、はい、踏み込んでね、ガーンが一番、ね、そうそうそう、だから一時そういうのをやったのよ。わざとアウトコース構えてインコースこれとか、はい、スライダーと思って踏み込んできたらカーンと当たる、はい、だからそれを一回失敗したらものすごく怖がってもうできなくなる、うん、バッターは10球のうち1球それ間違ったらバッターが信用しなくなる。で我々もこのバッターがこういうサインを見るの好きだとか知ってるもん、この人は嫌いだとか、うん、もう一つデータで地元ではものすごくよそ言ったら全く出ないで率が下がるとか、うん、ビジタイ分かったな、いいと思う、疑惑です、お前目悪いや、疑惑です、お前ピッチャー見るよりお前どこ見てたよ、スタンド見てた、あと時計見て引退を決意した、どのタイミングでした。監督のマウンドに来た時につい出た一言抑えてくれて、ふざけんなよ、一番いいっすか、やっぱり今年の新人の、うん、昔の藤川みたいに速い高め、何の速いボールとストーンと抑えたらお前なんか入ってて帰ってこないから、いや、もう3球で打っちゃいますね今度一回マウンドで立ってやろうかと思って。
ああ。